のレッスン終了。あ、そうだ、さっきマネージャーからメッセージ来てたっけ。この度のオーディションの結果についてですが、これもダメだったか。この前は受かったから続けていけると思ったんだけどな。いい流れ来てると思ってたけど、気づけば連敗更新中ですよっと。ま、次のオーディションも頑張りますか。まだ帰るには早いな。どっか寄ってこーっと。あ、またマネージャーからだ。近くにいるんだ。話？お疲れ様っす、マネージャー。もう待ちくたびれましたよ。ああ、これっすか。この前春菜におすすめしてもらったのを聞いてたんすよ。はい、よく春菜がいろんなものをおすすめしてくれて、逆に自分もおすすめ教えたりとかしてますし、そりゃ春菜とはめっちゃ仲いいっすよ。あ、もちろん他の2人も。で、自分を呼び出した理由教えてほしいんすけど。え、本当っすか。どんな仕事？アニメとか、それともゲームとかナレーションとか。すみません、名刺。ああ、カフェの店長さんってことは商店街のアナウンスってことっすか。なるほど、そういうことっすね。やります、全力で頑張ります。はい。え、春菜っすか。どういうことっすか。にはオファーがないってことっすか。なんで自分だけなんすかね。でも自分と春菜で迷ってはいたんすよね。気になるっていうか、はっきりしないのが自分嫌なんすよ。決めるならズバッと決めてほしいっていうか。あの日は春菜のおすすめでその喫茶店に行って、それで。